ゴ田圭次は、日本の実業家。第三大株式会社トヨタ自動食器製作所、代表取締役社長。勲章は、勲三島局実中獣章、乱獣章、チェコスロバキア功労銀章。繊維不況の中、繊維機械一筋できて苦境にあった、トヨタ自動食器を経営の多角化により、立て直し現在のトヨタ自動食器の礎を築いた。 1913年8月17日、愛知県碧海軍お崖へ生まれ。1932年3月愛知県岡崎市立、商業学校卒業。家は米屋で、9人兄弟の次男。曽祖,祖父は、名古屋へ学校創立に、中心的に携わった、権田おもりリ・用ヨ戦前戦中を通して軍事家時代、まだ、トヨタグループの創世期時代。 グループの発祥となった豊田自動食器製作所にあって、経理、人事、営業等の業務で観覧を切り開くなど早くから無類の一切を発揮。1949年に取締役に、1954年常務取締役に就任。終戦の後輩の中で、いち早く本来の戦役改正像に立ち上がり、また1950年代後半。 高食器需要が減退し、繊維機械一筋できて苦境にあった、トヨタ自動食器製作所を産業車両、自動車等経営の多角化、国際化へと転換し、経営を立て直した。1956年に誕生した、トヨタ産業車両が当時にして、世界屈指のブランドに成長したのも、ゴンダの先見性、開拓精神、果敢な行動力を大いによりどころとしている。 トヨタの大番頭、石田大蔵の秘蔵子と言われた。1969年11月、石田大蔵の後を継いで社長に就任。1971年本格的な事業部制を導入。繊維機械、産業車両等、各事業部の各々の利益責任を明確化した。会社の発展に尽くし、経営基盤を確立した。トヨタグループ総家の社長として、また、 トヨタ自動車工業の監査役をはじめ、トヨタ防職、トヨタ通商など数多くのトヨタ関係会社の役員を務め、グループの要として発展に尽くした。トヨタグループの権田に対する信頼は絶大なものがあった。一方、関係業界の要職に就任。日本機械輸出組合理事、日本繊維機械協会副会長、日本産業車両協会会長など歴任。 業界の発展、協調ひいては、日本経済の成長に大きく貢献した。1978年1月25日、トヨタ産業車両全国代表者会議出席中、体調を崩し、容体急変し1月26日急生。去年64歳。経営者としてだけでなく人としてその飾らない、人柄により、誰からも敬愛された。 学生の頃から陸上競技をし、旧には万能でスポーツを通じ寛容した、豪気不屈の闘魂を備え、温厚、徳実、義リに厚く人から深く信頼され、誠実な人と評されている。ABCDEFGHIJKL、朝日新聞、毎日新聞、中部経済新聞、中日新聞ほか、ハット ABCDEFGH 食器時報ナンバー三百十七 ハット AB トヨダ自動食器80年史、食器時報ナンバー 302ABCD コ、ゴンダ社長請求愛等文、ABCD 食器時報ナンバー316、ABC ゴンダ社長を忍ぶハンダ司会史、ABCD コゴンダ刑事社長葬儀記録。ありがとうございます。